ズルズルていたかつ腕がちぎれるぐらい全力でゼロに抑えに行ってほしかった。中日と差がついてきたな。これはもう確定したかもしれんね。最下位ヤクルトって高津やめろとかあんまり言われてないよな。立浪が異次元すぎるんか。地球絡みでノーアウト満塁にしてよくそんな態度が取れるものだ。 W 絶対的な成績を残してるなら別だが、まあ吉村は今年1年故障せずローテで回ることが仕事みたいなもんだからな。吉村どうすんのかな。普通なら落として調整させたいけどローテで1年回ることを経験させるのかな。吉村は神宮がかなり苦手なのにヤクルトに来てしまったという。吉村は今年完走目標なんだろうな。ただ初回から試合壊し続けるならそんな目標捨てろって話になるけど、吉村は1打者3球でアウトを取るにはどうしたらを考えた方がいいよ。ドラフト失敗してるね。夢も希望もない。終わってみればダントツ最下位やん。立つの足元にも及ばん。去年に比べて改善はしてきてるんだろうけど年齢が年齢だからダラダラ改善されても困るんだよな。なんでこんなにピッチャーいないんだよ。原尻とか見たくないよ。もう里崎にボロクソ言われるのも仕方ない。岩田のセーフティー構えはまともに行ったら打てないの裏返しみたいに見えるな。多発は止めた方がいいよな。阪神もここへ来て勝ちパが打たれてんね。逃れられない優勝のつけ。ご視聴ありがとうございました。